影山先生です。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。早速骸骨ありますよ。もっと向いてるけど、これは患者さんにあの治療の説明をするときに使っている。いろんなありますね。味系とかそこの部位にも。おすごいすごいすごい。各場所あるんですね。分かりやすいですよね、こうやって説明していただくと ね。特にあのスポーツされてる方 その体の不調を整えていくのがメインなんですか。はい、そうですね、まあ、スポーツを専門にはしてるんですけれども、まあ、そのご紹介で、まあ、それ以外のことも、ね、まあ、症状で来られる方っていうのもいらっしゃると思います。実際来たことは、あのうち次男がちょっと調子が悪いって言って見ていただいて、あのすぐに治りましたね。お世話になりました。ありがとうございました。先生は、いや僕は来たことないですけど、ずっと腰が痛いの、調子が。ありがとうございます。聖大門さんも来られてるんですよ ね。実際その、施術は1回で治るものではないんですよね。基本的に1回で治るものではないですね。まあ、その時間をかけてやっぱり症状っていうのも出来上がってるので、そこに対しては時間っていうのはどうしてもかかってくるんです。なんか見たら、私受付しか来たことないから、すごいベッド数ですね。1,2,3,4,5 と、僕に個室が2床。見せてもらっていいですか。はい、お邪魔します。2床、ここも使ってもらっていいですか。ちょっと、いやいいです。すごい個室、これはどういう、うん、すごい素敵ですね。もう完全に、じゃあここはどういう時に個室を使われるんですか。はい、個室は今は完全にその自費治療の方は基本的に個室。ああ、そうなんですね。保険を使われる方は向こうの、分かれてるってことですよね。はい、ちょっといい匂いがします。いい匂いしますよね。あるもん、いい気持ちになりますね。ゆったりね。ほんとリラックスしてる、ね、というところで、その保険治療の方は先ほどのこちらの、はい、そう、すごいですね。先生、この間私何が見たやろ、 Facebook かな、なんか新入社員のことがたくさんね、うん、迎えて入社式されたっていうね。せっかくだからスタッフの方、はい、ちょっと紹介していただいていいですか。はい、新入社員のお二人、あの今までいる人も皆さん紹介してあげてくださいました。はい、すごいいてはるんですよね。すごいです。そんな隠れないで、どうぞそんな、はい、じゃあお名前だけでも紹介、どうぞ。すごいですよね。はい、たくさんのスタッフいらっしゃいますね。はい、じゃあ順番に、はい、簡単に自己紹介お願いします。はい、新人で今の研修中の林です。林くん、はい、イエイ。セラピストの中谷です。あ、よろしくお願いします。セラピストの荻野です。あ、よろしくお願いします。荻野さん、よろしくお願いします。4月に入社しました、津田です。あ、新人です。新人くんです、よろしくお願いします。セラピストの石原です。4年目です。セラピスト、皆さん、ね、そうですね。はい、で、先生、優勝の会話です。はい、じゃあマギーと先生、はい、最後よろしくお願いします。はい、はい、じゃあこれからもあのスポーツされてる方に、はい、ぜひいらしてもらって、このセラピストの方たちにあの、はい、直してもらってください。はい、で体のこう骨からしっかり直してもらって、骨から調整してっていうことで、健康な体をキープして、はい、明るく楽しくこの春という季節を満喫したいと思います。はい、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。